まず我々即決営業はセミナーや YouTube 動画の中で訴求をしましょうということを一貫してお伝えしています。訴求とは今のことは俺に聞け。株式会社即決営業代表取締役の堀口です。今回は皆様にクロージングのコツ5選実践編というテーマでお伝えしていきます。今回のこのクロージングのコツについては YouTube 視聴者や即決営業の公式 LINE 登録者の方々からもクロージングのコツを教えてくださいという声が多かったので今回の動画を作成しました。このクロージングのコツシリーズはパート1準備編、パート2実践編、パート3キャンセル防止編という3部構成でお伝えしていきます。そして今回はパート2の実践編をお伝えします。まず我々即決営業はセミナーや YouTube 動画の中で訴求をしましょうということを一貫してお伝えしています。訴求とはお客様に契約してくださいの一言を言うこと、営業の基本中の基本です。この訴求をしなければ我々の商談成約率は大幅に下がります。この訴求についてはたった一つのアクションで一気に成約率を上げる方法という動画で詳しく説明していますのでそちらを見てください。この動画の概要欄にリンクを貼っておきます。ただこの動画を見ている人の中でも訴求はしているけれどもなかなか成約に持ち込むことができないという人もいると思います。でもご安心ください。今回の動画ではあなたのクロージングの成約率を上げるためのコツを5つにまとめました。今回のポイントはこの5つです。今回はこの5つのポイントを順を追って解説していきます。営業マンや販売員、経営者や個人事業主の方にはめちゃくちゃ参考になると思いますのでぜひ最後まで見てください。あとこの動画の最後にあなたの成約率をアップさせる3つのプレゼントを用意してますのでこちらも必ずゲットしてください。では行きましょう。即決営業、はい、よろしくお願いします。今回皆様にクロージングのコツ5選実践編というテーマでお伝えしていきます。では早速いきましょう。クロージングのコツ5選実践編、1つ目は先手必勝です。商談の終盤において一番大事なことは先手を取ることです。お客様の断り文句より先に訴求を放ってほしいんです。もしお客様に先手を取られてしまった場合その商談の流れは一気に劣勢になります。例えばあなたがマンションの賃貸営業の営業マンだとしましょう。この物件は駅から徒歩5分で便利です。目の前にコンビニもありますし高層階なので景色もすごくいいです。おそらくこの物件はすぐに埋まってしまいますとあなたがその部屋のプレゼンテーションをした直後に、あ、そうなんですね、じゃあ他の物件と比べてからまたご連絡しますという形でお客様に先手で断り文句を入れられてしまったとしたらその商談の流れは一気に劣勢になるんです。その後にあなたが、お客様こんないい物件めったにないです、この物件は絶対に申し込みしといた方がいいですといくら頑張ったとしてもそれは結局後出しの言い訳クロージングになってしまうんです。ですのでお客様の断り文句より先に訴求してください。お客様、この物件は地下鉄の駅から徒歩5分でコンビニも目の前にあります、高層階で景色もすごくいいです、こんないい物件めったにないです、どうかこの物件でお申し込みくださいとお客様の断り文句より先に訴求をすることが重要になります。そうすればお客様の断り文句は後出しになりますのでその後の商談の流れが優勢になります。クロージングのコツ5選実践編、1つ目は先手必勝でした。次にクロージングのコツ5選実践編、2つ目は先潰しです。先潰しとはお客様の断り文句を先に潰しておくことです。契約間際の土壇場になるとお客様はお金がない、他社の商品と比較したい、主人に相談しないと決められない、社長に聞かないとわからないといったさまざまな断り文句を言ってきます。これらの断り文句に対抗するには今からお伝えする先潰しが効果的です。お客様が言ってきそうな断り文句に対する応酬フレーズを事前に準備しておいてその断り文句を言われる前に先に潰してしまうこと、これが先潰しです。基本的にどんな業種の営業においてもお客様の断り文句のパターンは決済者相談、金銭問題、
他者比較、時期尚早、この4パターンに分かれます。なのでこの4パターンの断り文句に対する応酬フレーズを事前に準備しておきましょう。例えば決裁者相談の場合だと、そもそも我々営業マンが行う無料体験、無料説明の前提とは、無料で話をする代わりに、無料で商品を試してもらう代わりに、もし気に入ったら契約してねというものじゃないですか。それをわざわざアポイントの段階で事前に話をさせてもらった上で訪問させてもらっていますので、旦那に相談しないとわからないということなのであれば、最初から旦那様同席しないと話にならないですよね。もちろん〇〇様はちゃんとご自身で判断できる人だとは思うんですけどね。こういったセリフをクロージングに入る前のプレゼンテーションの段階で挿入しておくことで、お客様の断り文句を事前に潰しておきます。もちろんこの先潰しの効果は 100% ではありません。いくらきっちり先潰しを挿入したとしても、最終的にその断り文句を言ってくるお客様もいます。ただその先潰しを挿入したことで、その断り文句が言い出せなくなる、言ってこなくなるお客様もいるということなんです。つまりその断り文句が発生する確率が下がるということです。これを聞くと、ちょっと難しそうだな、そんな先潰しのフレーズ私に作れるかなと不安になった人もいると思います。そういった人たちは我々即決営業の上級研修を受けてみてください。あなたの商品に当てはめた決裁者相談、金銭問題、他者比較、時期尚早、この4パターンの先潰しフレーズが全てきっちり完成します。この動画の下の概要欄から今すぐに即決営業の公式 LINE に登録して、資料請求というメッセージを送ってください。あなたのもとに即決営業研修の資料が届きます。クロージングのことこせん実践編2つ目は先潰しでした。次にクロージングのことこせん実践編3つ目は連打です。連打とは契約間際の勝負どころでお客様に連続して訴求を浴びせる連続クロージングの技術のことです。ほとんどの場合、お客様を一発の訴求で仕留めることは難しいです。お客様は我々営業マンのどうかこのコースでご契約くださいという訴求に対して、ちょっと考えさせてください、家族と相談しないと決められないのでという形で抵抗してくるからです。ここで連打クロージングの技術が必要になります。ちょっと図で解説します。商品説明の時には乗り気だったお客様も、料金説明の直後はマイナス思考になりがちです。このように料金説明の直後はお客様のエネルギーはマイナスでいっぱいになります。これは不安になっている証拠ですし、どうしても後ろ向きな発言が増えてきます。ここで我々営業マンは元気よくプラスのエネルギーで前向きな訴求を繰り返すことで、マイナスでいっぱいのお客様にプラスの影響を与えていくわけです。ここで大切なことは前向きな訴求を喋り続けることです。私は訪問販売の営業会社を15年間運営しておりますので、多くの営業マンの商談録音を聞いています。その中で売れる営業マンは苦しい状況になってもこの連打ができています。だから取りづらい現場でも形勢逆転して制約に持ち込むことができるんです。もちろん連打クロージングを行うためには多くのクロージングパターンが必要ですし、連打クロージングの練習も必要になります。我々の即決営業研修では、あなたの商品に当てはめたクロージングパターンの作成と主導権パネルを使っての連打クロージングの練習も行っております。もしこの研修内容が気になる人は、即決営業の公式 LINE から質問してみてください。うちのスタッフがしっかりとお答えさせていただきます。クロージングのコツ5選実践編3つ目は連打でした。次にクロージングのコツ5選実践編4つ目はポジティブとネガティブです。ポジティブとネガティブ、これはポジティブクロージングとネガティブクロージングのことです。クロージングを大きく分けると、ポジティブクロージングとネガティブクロージングの2つに分かれます。この商品を使えばこんなメリットがありますよ、こんな良いことが起こりますよといったポジティブな印象を与えて、お客様を契約に誘導していくやり方をポジティブクロージング。逆にこの商品がなければこんなデメリットが発生しますよ、こんな悪いことが起こりますよといったネガティブな印象を与えて、お客様を契約に誘導していくやり方をネガティブクロージングと言います。世界的に有名な心理学者のフロイトは、
人は快楽を求めて痛みを避ける動物だと言っています。つまりお客様は快楽を得るために物を買いますが、痛みを避けるためにも物を買うわけです。お客様は基本的に2種類の欲求を持っています。一つが積極的欲求、もう一つが消極的欲求です。積極的欲求とは、痩せたい、成功したい、お金持ちになりたい、仕事ができる人と思われたいといった、〇〇したい、〇〇になりたいという積極的な欲求のことです。逆に消極的欲求とは、宿題したくない、貧乏になりたくない、バカなやつと思われたくないといった〇〇したくない、〇〇と思われたくないという消極的な欲求のことです。ではこの積極的欲求と消極的欲求、どちらの方が影響力が強いのか。答えは消極的欲求です。積極的欲求よりも消極的欲求の方にお客様は強い影響を受けます。ただ残念なことに、お客様に痛みを与えて契約へと誘導するネガティブクロージングを使いこなせる営業マンは数少ないです。これはまるで左足が使えないサッカー選手、左腕が使えないボクサーと同じです。右腕と左腕、ポジティブクロージングとネガティブクロージング、両方の武器が使いこなせない人は弱いです。なぜならばクロージングのバリエーションが広がらないからです。なのであなたが本気でトップセールスマンを目指すのであれば、このネガティブクロージングを学ぶ必要があります。このネガティブクロージングの具体的な使い方は、我々即決営業の中級研修で学ぶことができます。このネガティブクロージングの使い方が気になる人は、我々即決営業の公式 LINE よりお問い合わせください。クロージングのコツ5選実践編4つ目はポジティブとネガティブでした。そして最後にクロージングのコツ5選実践編5つ目はお客様を身内と思うことです。どんなお客様でも必ず問題を抱えています。解決したい悩みや問題を抱えているからこそ、我々営業マンの話を1時間も2時間も聞いてくれるわけです。基本的に人が人生で悩むことは3つだけです。お金のこと、健康のこと、人間関係のこと、この3つだけです。そしてあなたの取り扱っている商品もこの3つのどれかを解決するもののはずです。ただ残念なことに、ほとんどのお客様は自分の抱えた悩みや問題を解決せずに放置しようとします。我々営業マンがどんなにいい問題の解決策、解決案を提示したとしても、そのお客様は考えます、検討しますという形で決断することから逃げようとします。ここであなたが強く背中を押してあげないと、ほとんどのお客様はスタートすることができない。そのお客様はその問題を抱えたままずっとその場所に居続けることになるんです。スタートしないとゴールはない。そのお客様の問題はスタートさせないと解決しないんです。太りすぎて健康状態が悪い、収入が低すぎて将来が不安だ、家族との人間関係が悪い、そういった問題を解決せずに放置して、ほとんどのお客様は契約間際の土壇場になるとこう言います。今はまだいい。そんなわけないじゃないですか。そんなに悪い健康状態で、そんなに悪い経済状態で、そんなに悪い人間関係で、いいわけないじゃないですか。もしそのお客様があなたの親友だったら、あなたの両親だったら、あなたの息子だったら、その人を放っておけますか？放っておけませんよね。だったら迷わず売ってください。売ることがそのお客様のスタートを作ります。お客様のスタートを作ること、それが我々営業マンの使命なんです。即決営業、はい、今回皆様にクロージングのコツ5選実践編というテーマでお伝えしてきました。まず一つ目が先手必勝です。商談の終盤において一番大事なことは先手を取ることです。もしお客様に考えます、検討しますと先手を取られてしまった場合、その商談の流れは一気に劣勢になります。なのでお客様の断り文句より先に訴求を放ってほしいんです。先手必勝、必ずここは抑えてください。そして二つ目が先潰しです。
先潰しとは、お客様の断り文句を先に潰しておくことです。どの業種の営業においても、お客様の断り文句は決裁者相談、金銭問題、他社比較、時期尚早、この4パターンに分かれます。これらの断り文句の応酬フレーズを事前に準備しておいて、その断り文句が言われる前に先に潰しておくことが、クロージングを成功させる上での重要なポイントになります。そして3つ目が連打です。ほとんどの場合、お客様を一発の訴求で仕留めることは難しいです。結局のところ、契約になるかどうかは、この連打ができるかどうかにかかってきます。そして4つ目がポジティブとネガティブです。クロージングはポジティブクロージングとネガティブクロージング、この両方のクロージングを使いこなすからこそ、クロージングのバリエーションが広がるんです。そして5つ目がお客様を身内と思うことです。どんなお客様でも必ず問題を抱えています。ただ残念なことに、ほとんどのお客様はスタートすることを怖がります。契約間際の土壇場で、あなたが強く背中を押してあげないと、ほとんどのお客様はスタートすることができません。そのお客様はその問題を抱えたまま、ずっとその場所に居続けることになります。もしそのお客様があなたの身内だったとしたら、その人を放っておけますか？目の前のお客様を身内と思うことで、あなたの本気のクロージングが出せるはずです。この動画から何を感じて、どう行動するかはあなた次第です。あなたが成功することを、我々即決営業にも応援させてください。このチャンネルでは、あなたの成功のヒントとなる動画を毎日投稿しています。ぜひチャンネル登録してください。いつもうちの動画を見てくれてる人は、動画見たよという合図の代わりに、コメント欄に即決と書いてくれたらとても嬉しいです。そのコメントが我々即決営業メンバー全員への強い励みとなります。どうぞよろしくお願いいたします。セールスのことは俺に聞け。株式会社即決営業代表取締役の堀口でした。さようなら。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。